はい。雑魚なしです。今回、久々に雑魚なし、いきたいと思います。はい。まあ、今日で、タバコなくなったんで、新しいタバコ買ったんですけど、これを、宣伝動画として、やろうと思いましたが、まあ、コメントまだ溜まってきてるんで、それを返しそうかなと思うんで、今日買った、キースマイルドの、アロマロースト、ですかね。これ買ったんで、まあ、次、明日あたり、やりたいと思うんで、よろしくお願いします。今回は、まあ、別口で、まあ、雑談という、雑コミ返しということで、お願いします。お願いします。こんな感じですね。結構。あ、そうだ。ウェルタースオリジナルの、コーヒーっていう、コーヒー味か。もうこれを、まあ、手に入れたんで、まあ、これを舐めながらやろうかなと思います。はい。では、受信ボックスからの方で。今日近すぎですね、これ。大きいな。なんかカメラくてんくてんなんですよね。はい。んで、受信ボックスかの方で。ポコパンツさんからのコメント返信で、アメスピのレギュラーのワンコメントで、僕も最近コンビニ行ったら、珍しくアメスピのオーガニックが売ってたので、買ってしまいました。味はまあまあ美味しかったです。わは、つか、JT がザ・ピースト、一箱1000円のタバコを発売するらしいですけど、やってくれますか？わは。はい。そうですね、コンビニだと売ってるのってまずないですかね。まあ、昨日やった、この動画でやってた、まあ、レイヤーとか、ライトとか、ライトメンソーとか、そういったのばっかりですからね。みんな言ってるの。はい。やっぱり買っちゃいますよね。はい。おー、ほんとっすか。自分はちょっと苦手ですかね。はい。なんか、素晴らしいですよね。はい。まあ、ピースなんでちょっと 遠慮させて、今回は、まあ、辞退させていただきたいなと思います。はい。これで1000円出すんでしたら、ソブラニーの、なんか、ブラックとか、ロシアンブラックとか、そういったの買いますね。はい。ミスターラリー1991さんからのコメント返信で、赤丸のドワンコメント返信ですね。自分は赤丸あまり好きじゃないんですよ。でも、なんか臭い気がするんですよ。今でも自分はラッキーです。やっぱりうまいですね。わああ、やっぱり、なんか、人それぞれで、味もそうですけど、匂いの感じ方も違いがあるんですよね。はい。ラッキーもいいっすね。結構自分もラッキー好きなんで。はい。うまいっすよね。で、10歩651100、マックさんからのコメント返信で。ジャスコメ合宿の10回キャンドルはコメント返信で。青のパーラメントの6ミリって美味しいですか？青の6ミリのパーラメント。は吸ったことないんで、わかんないですね、自分は。はい。申し訳ないですけど。はい。6ミリは、まだ吸ったことないですね、自分は。
翼5465参加のコメント返信で。あれ？これ途中のコメントあった気がする。まあ、いいや。まあ、今さですけど。はい。赤ラークのドワンコメント返信で。ラーク美味しいです。はい。分かってもらえると嬉しいですね。はい。真剣目に来た。ちょっと待ってくださいね。アメスキのリリアンドワンコメント返信で。コース35、H さんこと、コウちゃんからのコメント返信で。更新お疲れ様です。今年はアメスキ、わら。時間を持って話してますよね。わら。タイ人は意味わかんないですよね。動画の腰を折ったから逮捕しちゃうぞ。ふざけてすいません。まあ、とにかく。ねえねえ、ばばあは意味わからんです。はい。ご視聴ありがとうございます。はい。そうっす、ほんとそうっすよね。アメスピ、捨て余裕ないっすからね。ほんとそうっすよね。意味わかんないっすよ、ばば。ほんと。何言っても嘘だ、嘘だ、嘘だ、つって。はい。ほんと。死んでほしいっすね。まあ、こういうのもなんなんですけど。はい。ほんとそうっすよね。腰折られちゃいましたね。いえいえ、全然大丈夫ですよ、自分は。はい。ほんと、意味わかんないっすね。ばば、ねねばば、パタラバリの意味わかんないっすよね。かっちゃんからのコメント欲しいんだ。言葉どうやって通じてるんですか？なんか、片言日本語以下の言葉は一応喋れるみたいなんで、まあ、そういったことでやってますね。はい。で、続けるかっちゃんからのコメント返信で。電話誰ですか？タイ人の、パタラバリンって人ですね。はい。32のババアス。あ、今年で33になるババアスね。で、赤丸のドワンコメント返信で。こうちゃんからのコメント返信で。ご視聴お疲れ様です。タバコで、じゃあ動画でタバコを味わいながら吸ってましたが、後半に無言があったんで、あら。まあ赤丸とか有名ですけど美味しいですよね。またドワン更新待ってます。はい、ご視聴ありがとうございます。はい。いえいえ、なんか、何を言っているのかよくわかんなかったんで、無言がありましたね。タバコを粉末に合わせております。やっぱりこれうまいっすね。そうやって無言があったりしますね。そうっすね。有名ですけど、結構美味しいですよね。まあ、自分は結構好きな味ですね。はい。また更新したことなんで、よろしくお願いします。ポコパンツさんからのコメント返信で、やっぱり赤丸無難にうまいですよね。僕は普段セッターなんですけど、たまに吸う赤丸は結構好きっすね。アメスピはなんか、煙の量とか少ないし、預けなくてあまり好きじゃないです。これからも更新待ってます。はい、無難ですよね。はい。おー、セッター、いいっすね。はい。そうっすね、結構、まあ、人それぞれですけど、セッター好きな人は、赤ラークとかもそういったタバコ、赤丸とかも、ですよね。傾向として。そうなんですよね。アメスピってなんか吸いづらいんですよね。はい。歯に入ってくるっていうか、なんか吸いづらいんですよね。で、一気に吸っちゃうとなんか変なえぐみが出て、まあ、あんまり美味しく感じないですし。味もないですよね。確かに。フレーバーのタバコに慣れちゃった人にとっては、ちょっと
これ味見えなくなっちゃうんですよね。はい。これからも更新していこうと思うので、よろしくお願いします。YTSXT7N3X さんからのコンビネーションで、全部ポニックも発見、インナンテリーベアを起動させる。インナンテリーベアの武器はショットガンだ。直ちに前方のクマを銃撃せよ。はい。あれっすね。はい。何のことだか分かってます。はい。そうっすね。ショットガンで。はい。クマがよく出ますからね。はい。エレクトロニカル1992さんからのコンビネーションで、お久しぶりです。この前まで、セッタのミディアムしてたんですけど、なんか、物足りなくなって赤間にしました。自分は赤ラークの方が喉に来ました。どっちもうまいですけどね。はい、お久しぶりです。はい。おう、珍しいっすね。はい。確かに、物足んなさそうですね、ミディアムとかで合言葉。まあそういった傾向のやつは、なんか、あまり美味しくないって言っちゃ悪いと思うんですけど、まあ自分的には、そういった、まあ、好きじゃないですね。ライトとかミディアムとか、マイルドとか。はい。まあ、マイルドクラシックマイルド、ダークの、あれは例外なんですけど、それ以外はなんか、クソな感じしますね、自分的に。はい。おお、やっぱ人それぞれの喉に来るのは、感じ方、違うみたいですね。そうっすよね、やっぱり。どっちも自分は好きなんで。で、ジッコ651100、マックさんからのコンテンツで、結局赤丸出ましたね。わら、昨日宣言してましたですよね。自分で、やるその、偉そうには絶対言えませんけど、わら、それからも頑張ってください。仕事も含めて。はい。結局赤丸、もうなく、残り少なくなっちゃったんで、やっちゃいましたね。はい。どっちかやるって宣言してましたね。確かに。はい。まあ、大事だと思いますけど。はい。これかも頑張ってこうと思うんで、よろしくお願いします。はい。まあ、どっちも頑張ってこうと思うんで。で、これ返した方がいいかな。はい。ドスコムライスの10回くらいの2万個目前進で。時間、もうないのか。これは、まあ、まだ、こう開始形態のもあるんですけど。今回、これにて、まあ、時間もなくなってきたんで、これにて失礼させていただこうと思うんで、ご視聴ありがとうございました。次回はですね、この、ピースマイドルカフェラテ、やりたいと思うんで、よろしくお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。はい。